佐賀県産銘柄みかんコンクールの早瀬・雲州みかんの部の審査会が25日、佐賀市の佐賀県 JA 会館でありました。コンクールには69点の出品がありました。早瀬・雲州みかんの部の審査は3年に一度開かれています。審査には佐賀県と JA の職員が当たりました。審査員らは、糖度12度以上の中から、 色づきや傷の有無などを総合的に判断しました。審査の結果、最優秀賞には鹿島市の原田康義さんが選ばれました。県果樹試験場の新藤隆弘係長は、「全体的にややこだまだが、酸味が低く、美味しいみかんになっている。」と話していました。その他の入賞者はご覧の通りです。